日本東京都杉並区久我山久我山は東京都杉並区にある地名。現行行政地名は久我山1丁目から久我山5丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は168-0082。杉並区の南西部に位置する。北部は杉並区三山へ、昭安と接する。北西部は三鷹市井の頭。 武蔵野敷地上寺南町に接する。西部は三鷹市群れに接する。南部は世田谷区北からす山に接する。南西部は杉並区上高井戸に接する。東部は杉並区高井戸西に接する。町域内を神田川と玉川上水が流れ、その両岸にあたる。玉川上水には、上水を挟んで両側に未舗装の土の遊歩道が見られ、 上水の水と緑と相まって、区分有数の貴重な武蔵野の原風景を形成しているが、東京都が進める大規模な放射五号線道路計画の対象となっている。また、当地域内を瞳街道が横断している。久我山駅周辺は、久我山連合商店会の商店街があり、地域コミュニティの中心としての役割も担っている。周辺地域の多くは、 完静な住宅街からなる。また、町域内は、企業や団体のグラウンドや運動施設も複数見られ、広場や公園が多い。久我山駅のほど近くに、久我山稲荷神社がある。久我とは、空間地や陸地のことであり、武蔵野の深海地の意と推測される。古くは、休憩山とも。江戸時代から1889年までは、江戸幕府領久我山村であった。 文化文政時代は64個。水利は玉川上水及び神田上水。新宿神は久我山稲荷神社であった。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。京王井の頭線の久我山駅が位置している。また東端部には、富士見が、岡駅があり、西端部では、 三鷹市井の頭にある三鷹台駅が近い、熊山幼稚園。ありがとうございます。